部活ができない間、それぞれがいろいろなことに挑戦してるみたいね。新しい自分と出会って充実した毎日を送ってるかな。どうかしら。練習時間はほとんど取れないけど、今日は久しぶりにみんなに会えるわ。みんなお疲れ様。おお、エリ来たの。おお、エリちゃんだ。久しぶり。あら、なんか空気よどんでない？何よ、みんな新しい自分を発見してるんじゃなかったの？もう毎日たくさんウォーキングするのは疲れちゃったよ。うみちゃんのウォーキングはちょっぴり距離が長かったかも。風景を楽しんだりして良い体験になったかと思ったのですが。最初はすごく楽しかったよ。でもね、途中から風景のことよりニュースの練習がしたいって、そればっかり考えながら歩いちゃったよ。それは確かに。なるほどね。確か花代ちゃんたちは毎日朝ごはんを作ってるんだよね。うん、毎日おいしい朝ごはんが食べられて最高だにゃ。いいじゃない。朝ごはんを作って食べること自体はすごく楽しいのよ。でもね、今日もミューズの練習できないねって毎日そういう話題になっちゃうんだよね。あらら、花代ちゃんたちもか。全員で練習するのが待ち遠しいの。ニコちゃんは英会話やってるんだよね。喋れるようになったら私にも教えて。ニコニーのミラクル英会話は終了しましたね。そう、ニコニーはとても大事なことに気づいてしまったニコ。ニコニーみたいにキュートで表情がコロコロ変わって愛らしいスクールアイドルは言葉がなくても会話が成立してしまうことに。フィーリングってやつやんな。勉強に挫折しただけじゃない。違うの、勉強よりニコはミューズの練習がしたいのよ。どうだか。エリとのぞみは新しい挑戦はしなかったのですか？ううん、一応したのよ。私たちも、うちらはね、交換日記。毎日会ってても文章でやり取りすることってないよ。だから挑戦してみようかなと思って。へー、楽しそう。でもね、私たちも次はいつ頃ステージができそうかとか、そんなことばっかり日記に書いちゃった。エリちゃんとのぞみちゃんもそうだったんだ。みんな一緒だね。私もどうしても頭の中からミューズのことが離れなくて。全員で練習をするのが当たり前になっていましたからね。練習ができない間、新しいことに挑戦したいって思ってたのよね。練習から離れれば離れるほど練習がしたくなっちゃうよ。練習したーい。新しい自分を見つけるよりミューズの新しいステージをやりたいよ。ほのか、カタリも早くみんなの新しい衣装を作りたいな。リンも早くみんなと踊りたい。エリちゃん、のぞみちゃん、私たちね、どうしても練習がしたいんだ。どうにかならないかな。そうね、でも練習時間の確保ができないのよ。こうやってまたみんなで会えるのはまた1週間後とかやな。みんなが集まれないなら一人になってもいい。一人でもいいから練習がしたいよ。そんな、一人でいいなんて無茶言わないで。だって一人で練習したって絶対最後はミューズの9人が揃うから。ほのか、私たち全員が練習したい、ステージをやりたいって思ってるんだよ。全員がやりたいのにできないなんておかしいよ。エリとのぞみだって本当は練習したいんでしょ？それはもちろん、そう、すごくしたいわ。私たちみんな同じ気持ちなんだね。そうよね、ここにいる9人が全員同じ気持ちなんだもの。やらなくちゃもったいない。
やね。わかったわ。やりましょう。ただし、この状況で練習時間を確保するには、いつもの朝練よりも早い時間と下校時刻の後に集まる必要が出てくるわ。みんな、できる？できる！やったー！リン、絶対遅刻しないように頑張るね。よかった。これで練習ができるね。ステージも、できるかな？